ハンブルクイコールダムトア駅はドイツハンブルクにある鉄道駅である。駅前の路線バスのターミナル名も同名となっている。ダムトア駅はハンブルクに4つある長距離列車の駅の中の一つであるが、駅の重要性にもかかわらず駅の種別は停車場に分類されている。これはダムトア駅を奇襲点とする列車や同駅で方向を変える列車がないためである。 駅名になっているダムトーは19世紀まで近隣に存在した古い縄文にちなんでいる。現在の駅は1903年7月7日に開業した。それ以前に存在した駅は現在地から数百メートル離れた場所にあり、1866年に開業している。1999年から2002年にかけて大規模な改修工事が行われた。ダムトー駅は ハンブルクの中心であるアイムスビュッテルクローゼルバウム地区にあり、ハンブルク大学やハンブルクコングレスセンターに近い。そのため、駅名評判にはミサ、ウンとコングレスボンホフが付け加えられている。駅の構造は、高架駅で2面4線のプラットフォームを備えており、トレインシェットで覆われている。一面は S バーン、もう一面は アイス等の長距離列車や地域列車が使用している。ありがとうございます。